こんばんは。やっほー。元気ですか？背景にぎやか。そうなんですよ。うるさい背景がうるさい。ちょっとバリーさんがいっぱいいるんですけど、風呂上がりではないんですよ。ただパジャマに着替えてるだけ。なんかおばあちゃんから救援物資が届いたんですけど、それと同時になんか島村のパジャマが届いてて着てますもこもこ、うん、そう、昨日届いた。家にはねジラピケもいっぱいあるんだけどね、ずっとジラピケ着てたんですけど、今日は久しぶりに、いたたまつげ入った、島村のパジャマ着てるけどいいね、どっちも。どっちもいいね。誰もありがとうございます。さっきまですごい寝てて、お休みメール送れなかったんですよ。そしたら顔もむくんでしまった。めっちゃ眠くて寝てた。うん、家帰って今日の一日は磯貝さんと岡山の春町 TV の公開収録に行って、で帰って広島で一人で回転寿司行ってお寿司食べて、で自宅帰っておばあちゃんからもらった島村のパジャマに着替えて寝た寝たら今起きた。本当はね、ゴゴリバの千秋楽見に行きたかったんだけど。そうなんですよ。メイクしたまま寝てた。そうだからめっちゃ崩れてる。今握手会のね、受付期間中なんですよ。23日、第3次受付が今日の6時から始まって23日までかな。なのでまだ買ってないよって方はぜひぜひよろしくお願いします大阪の STU48 祭とコンベックス岡山と、まあ、もう一個どこかの東京流通センターぐらいか、どっか幕張かどっか、どっちかでコスプレしようかなって思ってます。まあ、ちょっとそれはまた考え中、明日ぐらいには出せるかな。の3つ、3会場しようかと思います。東京どっちにしようか迷ってる。流通にしようか幕張にしようか
一個が鬼滅の刃のかなおちゃんと、あとはね何しようかなちょっと迷い中でもなんかしたいなと思ってるけど、あの普通に二次元キャラじゃなくて普通のコスプレやりたいなと思ってる。何がいいかな。いや個人的にはポリスメンか、ポリスメンかナースメン面ではないかかな。って思ってます。まだ考え中です。ミコ、ミコはね全然用意できるんですけどね、あるから。一応3回予定してます。3回予定してます。なんでぜひぜひ。あでも一個感謝枠と桃枠になってて、一番最初の会場広島だっけ、中小企業会館かな、感謝枠なってて、で大阪が桃枠になってました。ありがとうございます。多分大阪だった気がする、 ST ホテイト祭だった気がするんだけど、あ横浜違った、横浜が感謝枠だありがとうございます。なんか広島が最初だと思ってた。それは大好きな人か。なのでぜひぜひ。そう初日は衣装でです。今日声違う気がする。そうそう、別に枯れてるとかじゃないんですけどね、寝起きだからかな多分。楽しみにしてます。今から寝る、いや部屋の掃除しようかなと思って、夜中の深夜の昨日もちょっとして結構片付いたんですよ昨日も片付いたんですよ。後ろとかもねちょっと整えてね、のずしねってかね、なんか学生時代ねこれに似てるって言われたの。これプレゼントで届いてってね、びっくりしたんだけどね。これ言ったことないのに、私学生時代これに似てるって言われてたの。ムーミンの仲間ニョロニョロ、びっくりした、私のこと知ってんのかなって思った。だから似てますかね。でも何これ手生えてんの。なんかね立ち姿が似てるって言われて、ちょっと刺しとこなくなったシルバニアファミリー、これはなんかカボタルさんの卒業公演の時にいただいた大きい床って書いて、これすごいね手作りなのかなこの服。
これはユミリンさんの生誕祭でかな、あれナナさんだっけ、ユミリンだっけ、いただいた大好きな人でしょ。なんか可愛いから飾ってる。ね、凝ってますよね、ちっちゃい衣装どうやって作ってんだ、ね、なんかね事務所になんか自分の生誕祭のまだ事務所行ってなくて取りに来てないんですけど、なんかそのバリーさんがめっちゃ生誕祭のなんか展示みたいなディスプレイに置いてあって、で今バリーさんが段ボールの中にいっぱいいるんですよ。メールで送ったんですけど箱詰めされてて、バリーさんがそれをなんか今日舞ちゃんが事務所行っててなんかそれを写真に送ってきたんですよ。なんか奥ちゃんの段ボール可愛いことなってるよみたいな。でなんか一人一人名前入ってるから持って帰っていいよみたいな言ってて、したらなんかバリー48だねみたいな、ファーストシングル黄色、セカンドシングル焼き鳥を待つ、サードシングル今治の人みたいな、なんか曲を考えてた舞ちゃんが面白かった、ちょっとセンスよって思って。うまいよねうまって思った。うん、センスよって言った。そう、次はホースですね。ホースも考えなきゃ。って思いました。大阪の個別ダイニングね、待ってます。こんなに寝ても眠いくってあるんですね。まだ眠い。あくびしてしまったよ。明日風さんとキス FM の公開収録があります。よろしくお願いします。ぜひぜひ。今初めて広島に来てるけどおすすめの場所ない。宮島か尾道はめっちゃおすすめ。でも遠いかな、広島どこにいるかによるけど。公開収録はミキーパーキングエリア。サービスエリア。です。500円しかなかったんじゃ。ちょっとさすがにね、仕送ってもらいましたよ。さすがに。やばい、あくびがめっちゃ出る。はあ。眠たいですね。皆さん全完売。そうなんですよ。それな。目指してます。カップ焼きそばの大盛りのやつ食べる配信まだやさ。また朝。どういうこと？カ
カップ焼きそばよく食べてますけど。15分経過しました。いやでも今日はね、ゴゴリバ千秋楽でね、自分は出てないんですけどもね、なんかもうやることがないんだなと思うとちょっと寂しくなりますね。ゴゴリバは次は奈々さんの僕たちの恋の予感公演があります。僕恋があります。2期生引き継ぐのかな。いやなんかそうだと思ってたんですけどね、研究生公演にゴゴリバなるのかなって思ってたけど、なんか投票で公演決めるらしいからやらないんだと思って。そうね、どの声になるのかはまだ分かってないんですよね。いいね、でもなんか既存曲の公演できるの私は STU ファンでもあるからめっちゃ一期生さんのパジャドラ公演とかめっちゃ見たかったんやけど、鉄菜とかめちゃくちゃ見たいんだが、うん、やってほしい何になるんだろうね、研究生公演でも楽しみ、それも難しいからな、公演曲ってフルだしフルだし難しいからな、大変よね、覚えなきゃいけない来ちゃんなら何に投票する？どうなんだろうね、でもそんなになんか二期生さんたちの誰が ダンスとか歌とかのそのどれぐらいなのかがわからないからな、なんかあんまり難しいやつやってもって感じはするけどね。パーティーか、私はパジャドラがめっちゃ好きだけど、ココテンってさ NMB さん以外やったことあるんだっけ？ないよね、なんかイメージない、他のグループさんがやってるイメージが。僕の太陽めっちゃ好き、なんか一回どっかもう本当に1年前ぐらい奈々さんがあれメンバーに僕対公演やってほしいって言ってた気がするいいね、前もめっちゃパジャドラとかやりたかった。うらやまピー大変だ、でも
覚えなきゃいけないのがね。まあどの子になるのかファンの方の投票次第なんですけど、2期生に会った、なんか挨拶はしたけどまだ話したことはないって感じ。なんかレッスンも一緒になることないから一回だけ挨拶をしたみたいな感じ。でも私も2期生さんと合流したのって結構1ヶ月2ヶ月とかだった。ずっとドラフトだけでレッスンやってました。後輩できた気分はいかが？いや、後輩ついても全然そんな、入った時期はもうそんなに別に私すごい先輩ってわけじゃないから、あ、なんか人がいっぱいいるみたいな感じ。年上いる、います21歳、人とかコッコさんより上はいなかったけど、ユミリンさんとかと同い年の人はいる。24人、タメ口でもいいの？自分は全然いいんだけどね自分は全然タメ口でもいいんだけど、ただのんちゃんさんには敬語使わないとね、やっぱそういう決まりがやっぱの自分はいいんだけどね、ちょっとのんちゃんさんには使った方がいいかも。もう一番敬える存在は身体なのかな締められちゃう、なんちゃんさんに敬語使わなかったら そうコッコさんにタメ口で話してって言われて、タメ口で話すとなんかムカつくって言われたそうそうそう、あれ面白かった。ノンさんはね、ノンさんだけにはちょっとやばい、 STU のこの暗黙の了解、ノンさんだけにはちょっと逆らわない方がいいかもしれない。のんちゃんさんの最近美少女化がすごいんですよね、なんか日に日に可愛くなってってるなんかメイク未だにそんなに別に濃くないのにこんな可愛いんだって感じでびっくりする。
マジでね、写真撮るたびはもう顔がいいって有野はね、なんかもう違う可愛さがあるんだよね、どっちもマジで可愛い。ね、本当に美少女もめでるめでたい。うん、いや中学生高校生メンバーみんなめっちゃ可愛い。なんか成長したしてきてる大人へと可愛い。のんちゃん先輩風吹かしそう。いやでもね、のんちゃんさんはねめっちゃ優しかったよ、入った当初から。すごいなんかもう優しかった。本当にいい先輩ですよ彼女は。励ましてくれるし反抗期もたまにあるけど、すごい優しい。昔から行ってもいいのかな、待ってます。待ってるよ。ミキセイさんみんな優しかった。なんか最初はそりゃどっちも人見知りだからなんか間とかはあったけど、怖い先輩いなかった。いやー、磯貝さんがね怖いと思ってたんだよね当時は。めっちゃ今日のね公開収録でも話したんだけど、磯貝さんめっちゃ怖いと思ってたんよねでもねもうね今大好きっていうか、もう分かる、どんな人かが分かってるから。なんか磯貝さんはこう赤ちゃんなんですよ。3歳ぐらいの感情がね、ちっちゃい子なんですよ感情ジェットコースターで、私はもう今まで会った中でこんなに感情を表に出す人は見たことないってぐらいなんですよ。だからもうすぐ怒るし泣くし、1日経ったらすぐ忘れるみたいな。で最初はなんかそういう人って知らないから、あ、なんかめっちゃ怒ってる怖いと思ってたんですけど、なんか今は磯貝さんお腹空いてますよねみたいな、泣かないでみたいなみたいな、そうね、おにぎりばっかじゃ嫌ですよね、怒らないでみたいな感じそう、めっちゃでもね、いやあの人めっちゃいい人、優しいし私だっておにぎり、なんか公園で一時なんかこうお弁当じゃなくておにぎりばっかりだった時があって、その時にもう磯貝さんがボロボロ泣いてて、おにぎりやだってかわいい私初めてこんなおにぎりで泣いてる19歳見たと思って、もうガチ泣きみたいな。でもなんかその時はみんながなんかパンとかご飯とかあげてだんだん機嫌が良くなって、めっちゃ可愛い。なんかでもなんかダンスとかなんかその他 MC とかのなんかプロ意識がすごい、なんか人の分まで全部覚え、人のなんかところもちゃんと全部目通してる。すごい仕事のプロ意識が高い。
磯貝さんにね、なんか遊びに行こうって言われてるんですけどね、私も磯貝さんもなんかこう間ができた時に取り持てない人なんですよ。で磯貝さんもなんかそんなにメンバーと二人きりで遊んだことがないって言ってて、で私ものんちゃんさんぐらいやから1期生さんで二人きりで遊んだことあるのって、だからね間ができるのがなんかどっちもなんかもう普通にそういう話をするんですけど、間ができるの気まずいよねみたいな話をしてて、こうシュウさん行くみたいな話になってるんですけど、でも二人で行きたいんですよね。そう、おすすめ教えてほしいです。なんかずっと間ができないところまだ決まってない。でもご飯とか食べに行きたい。って感じ。前髪が崩れてきた。パジャマ着てるの着てますよ。まあ、いつか二人で遊びに行きたいなって思ってます。どんな話する？でもなんかいろいろ話す磯貝さんとは、うん、何話すだろう。でもなんか楽しいんですよね話してて。タコありがとうございます。真面目なお話とかは、でもあんまりしないかも。真面目な話はみなみさんとかとするかも。なんか自分がよく喋る先輩は千穂さん、ひなさん、みなみさん、のんちゃんさん、磯貝さんかな。千穂さんめっちゃ喋る。ビビンバ行こうって話をしてるんですけどねよく喋るのは皆さんとかも喋る。千穂さんとどんな話するの？なんだろう。何話してるんだろう。でもご飯の話とかも多いかもしれない。千穂さんはめっちゃ喋る結構。意外と。多分私がメールとかにあんま載せてないから関わりないと思われてると思うけど、結構喋ってる舞台もあったからっていうのもあるか。
に今名前を挙げてないからって話さないわけではないです、メンバー、他のメンバーみんな話するし、すごい自分は仲良しだと全員思ってるけど、特にって感じ、頻度が高いのはって感じ。全く喋らないって人はいないですね。ありがとうございます。明日何時起き？明日はね、そんなに早くない。今日も、今日と一緒ぐらい。一番喋るのはマイキュー、そうだね。カノンが起きちゃん寝てるとこ激写したって、あ、そうそう、今日新幹線乗ってたらなんか写真見せてきた、寝てるとこ撮られてた。しかも私ここに肌強い自分がね、最近ここにニキビができてて、それ見て自分気づいたんですよ、寝てるとこの写真見て、はぁーみたいな、ニキビできてるって、肌強いねけど自分にがまさかのって。いやでも今日めっちゃ言われた、磯貝さんに、なんか果物食べれないんですよって話を、なんか磯貝さん知らなくて、で、なんかそう意味が分かんないみたいな、よく肌荒れないねって言って、確かに自分でも思うなって。マイキュー目玉焼き作るよ、作ってほしい、お腹すいた、作ってほしい、古事記発動お腹すいた。え、本当に自分よくこの食生活と就活病じゃないけどで荒れないなと思う、本当に。でも最近この側面とおでこにニキビができるようになってきて、こことここに、まあ、ここにできてないからまだいいのかな、習慣、生活習慣。ビタミン なんで取ってるの？エナジードリンクで取ってます、ビタミンを。野菜食べないし果物取れないから、だから人間に必要なエネルギーは全部エナジードリンクで取ってます。でもね、肌見てほしい、本当にここにね最近できたけど、ここ全くできないんですよ、このこれちょっと自慢、肌が強い。ただ冬は本当に栄養ない時が一時あるんですよ、肌が冬を乗り越えれない時があって、その時は肌が粉を吹く乾燥もあるし栄養も足りてない時、砂漠みたいな肌してる時あるんですよ、その時はもう肌がファンデーション受け付けない時がある。なんかクリームを塗った瞬間ポロポロポロってなんかこぼれていくんですよ。それの時は私の中で肌が一番危険信号を出てる時そういう時は本当に嫌だけど、あの野菜果物ジュースみたいな、1日1本のみたいな、あれ飲んで保湿したらなんとかなるけど、本当に最終手段いや私本当にね、自分でもすごいと思う。なんか私朝お風呂派なんですよ、朝お風呂なのは朝お風呂なんだけど、化粧も落とさずね朝お風呂なんですよ、だから寝るんですよ化粧落とさずでも今はさ、そう自分の肌の強さに怠けてさ適当だから、もう怖いじゃん、そのさ、もう二十歳になってきたし、
ちょっとそろそろちゃんと落として寝ようと思います。今まではねあんま荒れたことはなかったんだけど、ちょっとここにできたのを見てねちょっとやばいのかなって思い始めた。そろそろちょっと昨日食べたものが今日の自分を作ってるのかもしれない。でも意外とリンゴジュースは好きなんですよ。だから 100% 果汁 100% みたいなの取ってるけど、たまにね。でもそれで栄養が取れてるのか分かんない、リンゴジュースで栄養が取れてるのか全く分かんないから唯一飲めるジュースリンゴジュース。なんか炭酸とか入ってたらマスカットとかでもメロンとかでもいけるんだけど、こう炭酸なしってなったらリンゴジュースが限界かも。まあ、オレンジもワンチャン頑張ればって感じ。でもあんまり好きじゃない。リンゴに全てをたくさんといけ。リンゴジュースってあんまりないんじゃない？いや、パックのやつでできるくない？だからさ、野菜も果物も食べれんからね。なんかダイエットするってなってもさ、まず食生活が変えれないんですよね。食べれないから、だいたい見てもさ野菜中心のみたいな、いや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 無理ですけどみたいなもうサラダチキンしか食べるもんないんですけどみたいな感じ。青森に美味しいリンゴジュースあるよ。あ、美味しそう。青森のリンゴジュース美味しそう。豆乳もねあんまり好きじゃないん。もうダイエット始める時点で積んでるんですよね。バナナも無理。今日磯貝さんがアボカド、なんか丸ごでアボカドスムージーみたいなの飲んでたで、なんかちょっとだけ飲んだんですけどマジで無理だった。アボカドも無理ってことが判明した。なんか醤油につけて食べるやつは好きでもないけど前は食べれたんですけど、スムージーは無理だった。うってなってしまった。なんかコク、後味がなんか草だった。なんか草原の味がした。いや、私は本当にサラダ食べてる人本当によく食べれるなって思う草じゃんって。でもね、聞いてほしい。なんかそういう農業とかでさ一生懸命さ野菜作ってるじゃないですか、おじいちゃんとかおばあちゃんが。そういうのを見てさ、やっぱ申し訳ない気持ちになる。野菜食べれなくてごめんなさいみたいなね。なんか小学生ぐらいの時にそのなんか農業体験みたいなあってでね、なんか掘りに行ったの、大根かなんかで。自分小学校の時はなんかこう夏にこう お米植えて野菜植えてで秋とか冬ぐらいに収穫体験をさせてもらえる。まあ、だから自分で植えて自分で取るみたいなでね、自分でまあ育ててはないけど植えた思い入れのある野菜をね食べたんですよ。だからさ、まあちょっと思い入れがあるで、なんかそれをさ、まあ、愛情をかけて育ててくださってるわけ。食べるじゃん。美味しくなかった美味しいと思えなかったよ。それでも美味しくなかったの。びっくりして、私こんなに思い入れがある野菜でも美味しくないんだと思って食べれんかったやっぱ結局。
そう、びっくりして。だからもう最初から遠慮しようと思って。だからでも最近本当にこれは STU 入ってからの成長なんですけど、豚汁に入れたら根菜が食べれるようになった。大根とごぼうとか、なんかコンビニの豚汁がめっちゃ好きで食べれるようになったんですよ。大根を食べれるようになった。結構進歩だと思います。あと白菜とかも食べれるようになった、その豚汁に入れたら。でまだ里芋はまだ厳しいけど、そう豚汁。でもなんかそんな大おでんとかの分厚い大根は無理。豚汁とかの薄っぺらい大根はいける。そう里芋はなんか大地の味がするからちょっと無理。なんかその芋は基本好きなんですけど、さつまいもじゃがいもメークイン、里芋だけはなんかこうジャンルが違うっていうか、なんか土の奥深くで育てられたのかなっていう味がする。じゃがいもとかさつまいもは土の真ん中ぐらいで育てられてるけど、里芋はなんかこう地中海ぐらいの深くで育てられてるのかなって、そういう味がする、うん、とろろはねいける。とろろはいける。うん、とろろご飯とか好きやで。自然薯って呼ぶのかな、食べれんかもしれん。あれはもう 木じゃん。基本根は食べれんと思った方がいい。葉っぱも無理だけど根も無理だから、私さすがに。うん、かぼちゃはねなんかちょっと微妙なラインなんだけど、食べれないこともないけどみたいな。トマトは料理による。トマト嫌いってさ大体そうじゃん。だってケチャップはいけるけどトマトは無理みたいな。トマトソースは大丈夫だけどみたいな、そんな感じですね。世のトマト嫌いと一緒の味覚してると思います。もうじゃあ食うなって言われそうじゃないですか。だからね私もこれでもね、あの食わず嫌いわがまま放題で育ってきたわけではなくね、一応苦労して育ってるんですよ。うち給食めっちゃ厳しい学校だったから。たまにいるじゃないですか、あの掃除ぐらいの時まで給食残って食べてる人、ああいうタイプだったんですよ給食居残り授業だったんですよ。もうなんかだからめっちゃさ嫌いだったの給食の時間が。なんなら一番小学校の時は。中学からはなんか結構量とかいろいろ調整できたから自分で。だったけど小学校はね謎にめっちゃ厳しくてね、もう毎回そっち系のタイプだった。そうでもさアレルギーでもなんでもないの。ただの好き嫌いだけどさ、ただの好き嫌いでさこんな食べた瞬間吐きそうになるって思ってこれはもうなんか別のなんかじゃないの、野菜嫌い病みたいなないのかなと思って。私正確に診断してほしいもん。食べなくていい正当な理由が欲しいだって食べれないもんって感じ。アレルギーじゃないだから食べれるでしょって言われても食べれないもん、喉通んないもんって診断してほしいんですけど。え無理だもん私、多分ナス食べろって言われたら本当に無理だよ。私本当に無理。
まだ今まで言った野菜はいけるかもしれないけど、ナスとかオクラとか言われたら本当に無理かもしれん。無理無理無理。でもナス食べたことないんですよね、食わず嫌いなんだよねそう、人生で一回もナス食べたことない20年生きててない。でももうもう分かる、もう分かるいや分かるよ、食べてみたら美味しいみたいな。もうでも食べる、口に入れる気がせんのよ、もうあの見た目からして。まだね、まだこうバーベキューとかで焼いてる硬そうなナスはまだワンチャンいけるかもしれない。まだね、ワンチャンって本当にあの本当に最後の最後の砦ぐらいだけど、でもあのなんかこう浸してるナスみたいな、もうあれは多分無理だね。ナス食べるか死ぬかぐらいの選択肢じゃないと食べんと思う多分いやでも羨ましいよ正直、こんなに言ってますけど、野菜とか果物ちゃんと食べれる人、好き嫌いない人が本当に羨ましい。気使わなくていいじゃないですか、そもそも。だって人の家とかに行った時に、私友達ん家に行ったらカレーライスにグリーンピース入っててびっくりしましたもん、マジかよと思ってっ焦ったよね、給食以外でグリーンピース入れてる家庭あるのみたいな。そういう時どうするの、もう一気に飲み込む、噛まない、お茶をまずいっぱい用意してグリーンピースだけ集めて、もう水と一緒に薬感覚でごくごく。グリーンピースも無理、なんか名前も腹立つんだよね、何ピースみたいな、豆の種類ならビーンズでよくないみたいな、何勝手になんか平和みたいなこと言ってんだろうと思う一応私怒ってる、平和の象徴みたいな顔してるけど全然平和じゃないからねって。シューマイもだからグリーンピースなんて乗せずにエビ乗せとけばいいんですよ、別に彩りなら緑も赤も変わんないからって感じベジタリアンっぽく見えるけどね、見えます？パイナップルあり、あ無理無理無理、酢豚とかでしょ、あかんかん。まあ、自分はね逆に何が好きなの、肉、米魚、そう肉食ですよ。だから自分は命を大事にいただきますっていう感謝の気持ちを込めて食べてます。でもねもう本当親もね苦労したと思いますよ、めっちゃ怒られてたしね、食べれるレパートリーがなさすぎて。しかもあの兄弟揃ってるんですよ、うちの妹も果物食べれないから、うん、父さんはもう何も好き嫌いなしの素晴らしい味覚の方なんですけど、お母さんは甘いものが食べれないっていう、だからクリスマスケーキとかも食べれないタイプの女子あるまじき人なんですけど、
で、おばあちゃんはカレーが嫌いっていう日本人にあるまじき人。じゃあそろそろランキング読みます。だからもうお父さんしか正常じゃないよ。じゃあ13位から読みます。13位がパパパンナさん、12位がムルさん、11位がモンブランさん、10位がトニさん、9位がニコちゃん、8位がウクスさん、7位がマッカさん、6位がトートーさん、5位がコバチャさん、4位がイチスタさんでした。13位から4位までの皆さんありがとうございました。そして3位が東京特許許可局局長さん、2位が電化会さん、1位がウサさんでした。ありがとうございました。最下位1位までの皆さんありがとうございました。というわけで明日は公開収録、キス FM の公開収録があるのでよろしくお願いします。握手会の方もまだまだ受付期間中なのでよかったらよろしくお願いします。 Twitter もまだフォローしてない方ぜひフォローしてください。すごい雑談ですがありがとうございました。バイバーイ。おやすみなさい。いいのかなこんな配信で。いいかわかんないけど。いっか。黄色い。こんな感じで飾ってますバリーさん。なんかシュールだね。バチャポーン。だね。おやすみなさい。バイバイ。あちらぽー。もうそろそろ切れるかな。おやすみなさい。バイバイ。あと40秒。じゃあ皆さん、今日も一日お疲れ様でした。おやすみ。バイバイ。ホースシングルよろしくお願いします。握手受付またね。